はい、どうも始まりましたウサウズチャンネルです。よろしくお願いします。アヒルの成長記録の動画となります。生まれてから3週間であんなにちっちゃかったヒナがこんな大きさになってしまいました。やっぱりね、アヒルの成長はねめちゃくちゃ早いですよね。もうね、黄色い羽もだいぶ抜けて、だいぶ白い羽が生えてきました。背中の部分もねもう羽が生えてきてるので、いやーすごいな。やっぱりどんな勢いで細胞分裂してってるんだろうな。はい。で、アヒルの成長に伴って飼育環境もね変えていかないといけないということで、今週は目まぐるしく作業の連続で動画上げられず申し訳ございません。アヒルたちもねこうやって無事に大きくなっているので、今日はその近況報告と、成長記録をほぼ編集せずに見ていただければと思います。はい。で、アヒル飼育する上でもうこの最初の1ヶ月というのが本当に目まぐるしくて、先週使えていた飼育環境ケージが大きくなりすぎてね使えなくなったりとか、そういうことがねザラにあるので、先を見越してね飼育環境を整えていければいいかなと思うんですけど、なかなかそうもいかずに今はまだ室内で飼育しているんですけど、新しく外に今小屋を建てている状況です。糞の量もすごくてね、室内だとすごい頻繁にペットシート変えたりとかしないとちょっともう厳しい時期に来てるんじゃないかなと思いました。プラスでねアヒルたちものびのびと広い環境で動かせてあげたいので、現在作っている小屋ができ次第そっちに移動できればなと思っております。これからねアヒル飼われる方もぜひ最初の1ヶ月が僕の中だとねめちゃくちゃ楽しい。この目まぐるしく成長していく中で自分もいかにその成長についていけるかっていうね、本当にねアヒルの成長はね楽しいです。どんどんね大きくなってくれればいいかなと思うので、また週末ちゃんとした動画を上げようと思うので、引き続きうちのアヒル4兄弟の成長を見守っていただければ嬉しいかなと思います。はい、そんな感じで以上ウサウズチャンネルでした。今回はねこんな動画なんですけど、見ていただきありがとうございました。